よせさん、儲かっているときは、立ちそば。ね、かけそば。儲かっていないときこそ、焼肉。いや、いいですね。私の場合はね、いつも、焼肉です。まあ、焼肉は食べれてるかどうかわかりませんけども、いつも思うことをするということですよね。だからね、世の中って思い通りにならないことばかりだと思うんですよ。だから、自分が思い通りにできることぐらいは、思い通りにしようかなと思うんですよね。今日、パン食べたいなと思ったら、パンを買いに行くとかね。 食べ物って結構自由じゃないですかカップラーメン食べようかなってらカップラーメン食べるみたいなねで一番求めてるものをやるのが一番このテンションが上がることだと思うんで焼肉の気分じゃない時はそうめんとかね昨日そうめん食べましたけどもそうめんを食べに行くみたいな昨日はね2 0 k ロ先のそうめん屋さんに行ったんですよ2 0キロ先のそうめんを食べに行って2 0キロかけて帰ってくるみたいなね、えー、軽くなんか23時間かかるわけですけどもそれによってあやっぱりいい旅したなとかね ああ、外暑いな、みたいな感じで、いろんなことを考えると、この1日がね、マックスのボルテージになるみたいな感じでございます。でも、そうめん食べに行きたいけども、まあ、暑いからいいや、って思うと、暑さに負けて、本来やりたいことをやらないっていうことになってきますんで、ちょっともったいないかなと思ったりね、思わなかったりでございます。まあ、でもね、考え方としては、 無頂点にならないために調子がいい時に初心に帰るための演出をするとかねうまくいってない時にうまくいってる時のイメージをするためにちょっと贅沢をするっていうのはこれ悪いことではないと思うんでぜひねこう取り入れていただきたいかなと思いますでよくないのがいい時も悪い時もできる範囲のことでね妥協してしまうみたいなねことはちょっともったいないかなと思います私はねやっぱりできる範囲のことをするっていうのを否定するわけじゃないんですけどもちょっとのちょっとのね努力本当に10%ぐらいの 一歩っていうのを繰り返すことによって、だん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 その背伸びがね、通常の高さになっていくんじゃないかなと思うんですよ。だからちょっとだけ無理するってことはそんなに悪いことじゃないかなと思いますよね。で、えっ、ー、とそこから出てくる内から出てくる力っていうのを私よくキーワードで出すんですけども、結局この、ね、内側から絶対に手に入れたいとか絶対に失いとかないっていうものがない限りは何事もね続かないと思うんですよ。 ですからどのようにここにね火をつけていくかってことになりますけどもその方法は本当と一人一人様々なんですよ。まず肝心なのは幼い頃に夢見たことをもう一回思い出してみるってことかなと思いますよね。人生っていうのは一回きりですから幼い頃に思い描いたことができない人生を歩むのかそれともお今ね思ってることを達成するために精一杯、えー、こう行動していくのかってことに分かれていくと思いますけども、まあ、今回の動画はね、あのー、そんなにね 大事なことを言ってるわけではないんですけどもこの辺からちょっとまとめていきたいと思いますあの一体ね誰の人生をデザインしてるのかってことなんですよ自分の思考をアウトプットして自分の考えてる通りの人生を描く、うん、これが私はね人生の使い方だと思うんですけどもなぜかね誰かがデザインした成功例とか誰かがこういう風うにしなさいってことを繰り返すことによって一定の安定感と満足感を得ているんだったら ちょっっともったいないななよ気がしますよね、うん、で思ってもみないような自分になれるはずですからねもともとマージャイアの人間も投資家になれるわけですよもともとマージャイアにしか、ね、出勤しなかったそんな行動範囲 500m ぐらいの人間が今や 5000km を超えたほ、ねえー、他の国にも行くわけですよ、うん、で1日にね毎日毎日3万とか5万とかの赤字を作っていた人間でも逆に1日に3万5万の利益を、ね、出していきてたりとかね無人の 利益だけけ生む会社を作れたりとか、ね、するわけなんですよね、うん、で私も本当にね相当なあの知識なしですよ本当にマージャンしかしなかったりですからね、うん、はっきり言ってこのマージャンしかしてない時点で多くの方から考えると完全に負けだと思うんですよねでもどっかで逆転するきっかけがあると、うん、それは何かっていうと私は寮をやっただけなんですよそういうい意味で今日から俺はが ね、やっぱり未だに続いてるのかなと思います、えー、何を言ってるのかね分かんなくなってきましたけども何を言ってるんでしょうね分かんないまま動画を終了していこうかと思いますそれでは失礼しますさようなら